皆さんこんにちは、森えりです。今日はですね、皆さん大好きな、皆さん大好きよね、私の大量な大人買い、ブッチャーじゃーん。はい、ダイソーの購入品紹介をしたいと思います。はい、ということで今日はですね、いっぱい買ってきました。うちの近くにも何個かダイソーとかセリアとかあるんですけど、あのね、大型店舗ではないんですよ。で、大型店舗じゃないから、なんかそんなにこう欲しいものがあんまり売ってなかったりとか、あとは逆に欲しいんだけど、もう在庫がね、もともと少なくしか入ってきてないですってことが多くって、今日は車で大型店舗に行ってきたので、でも行ってきたけど、必要なもの、すごく欲しかったものだったから4200円くらい、はい、買ってきました。ではパパッと紹介していきます。まず、なんだこれ。はい、スポンジ。多分こうちゃんがポンって入れたやつ、お魚が好きだったのかな。そしてこちら、はい、これはね、シリコンフェイスマスク。みんな、まあ、ご存知の通り、私は特殊メイクにも、昔、何年前だろうな、3年くらい前の特殊メイクにこれ使って出してるんですけど、結構えぐくてですね、これを使って、まあ、もちろんフェイスマスクも使えるんですが、特殊メイクにも使ってるので、よかったら皆さん見てください。概要欄に貼っておきます。そしてこちら、ペットボトルでお掃除できる、なんていうんですかこれ、ブラシタイプしか書いてないね。ペットボトルに挿して、窓のサッシのところをね、お掃除するやつ買ってきました。なぜかって、なんかうちアリ事件があったでしょ、みんな知ってる、アリ事件すんごかったんですよ。アリがもう何百匹出てね、ふーって感じだったんですけど、そのアリ事件の次にですね、私たちがですね、もう私が、むしろ私がうえってなってるのが小バエなんですよ。小バエっていうか、やっぱり明るさがあるとさ、虫って寄ってくるじゃないですか。で、夜に小バエがやっぱちょっとね、溜まっちゃってて、シューってスプレーするんですけど、それが落ちるので、サッシの隙間に落ちてるんですよ。もうなんか、もう集合体恐怖症にはもう最悪、うわーと思って、なので頑張って掃除しようと思ってこれ買ってきました。で、こちら、じゃん、フライパン洗い、ブラシがね、洗いので、洗いやすいと思って買ったやつです。そしてファブリーズが切れてたので、ファブリーズみたいな代わりのものを買いました。そしてさっき顔のやつやったんですけど、これね、めっちゃおすすめらしくってですね、シリコンのつるすべかかとパック、かかとのパックやってみようかなと思って、ちょっと女子力をね、なんかおっさんなんで、普段私なんで、女なんですけど、性別学上は女なんですけど、おっさんなので、中身がね、だから見た目だけでもちょっと女子に近づこうかなみたいな感じで、よしこいて買ってきました。そしてトイレの消臭剤、これはなんか成り行きでポイって入れたんですけどでもお部屋とトイレの消臭だから、全然お部屋にシュッてしてもいいやつでしょ。うん、全然大丈夫。ね、なんでかって、今鼻詰まってるから全然わかんない。でもいい匂いはするよ、なんかすごく虫が好きそうな匂いしてるね。そしてこちら、じゃんじゃんじゃん、5個も買ったっけ、4枚かと思ってた、くっついた。大理石のリメイクシートになります。そしてこちら、 B さん、壊れなきゃいいんですけど、とりあえずピンクだし100均だからいいかなって感じで買ってきました。そしてこちら、はい、爪切り。爪切りは単純に、私今ね、ジェルネイルしてるんですけど、これね、なんか何回もお問い合わせいただいて、まだ爪紹介しないのって言われながら、結構伸びてきちゃった、ごめんね、なんか伸びてきちゃったっていう時に使うもの、知ってるよね、爪切りぐらいね。そしてこちら、のり、多分こうちゃんが買ったっぽいんですけど、多分ピンク買ったんだろうね、私がピンク好きだからピンク買ったんでしょうけれども、エレガントなローズの香りがするのりらしいです。でも私今鼻が詰まってるから確認のしようがないです。こちらはあれです、クイックルワイパーの、まあ、お掃除を常にしているのでどっかにこう貼っつけておこうかなと思って買ったやつです。はい、そしてこちら、じゃーん、これ探してたのよ、これなかなかなくてですね、積み重ねの整理棚になります。キッチンの洗面台の下全部これ使
ってるんですけど、ちっちゃいんですよね。なので大きいやつが欲しかったので、これで 1.5 キロまで乗せられるんですけど、なので調味料だったりとか、まあ、お皿上のとことかもね、2段重ねてお皿入れたりとか結構便利なので、あってね不便なことなかなかないんですけど、とりあえず大型店舗に行かないともう結構売り切れてたりするから、そうなんですよ、買ってきました。そしてここから女の子ゾーンでございます。すごく嫌なんだ、なんかこれ見せてさ、あ、無理やりこれ履いてるんだ、これ着てるんだみたいな思われるの嫌なんですけど、まあ私が着るし私が履くんですけど、もう恥とか何もないんだ。とりあえずはい、下着です。やだ、 L サイズとか見えてるじゃん。私言い訳させて、かぼちゃパンツが好きなんです。私のパンツ事情どうでもいいと思ってる人本当にごめんなさい。お腹すっぽりタイプが好きなんです私、パンツなんで、ちょっと大きめのを買っていつもお腹まですっぽり履いて寝てます。なんでこのパンツを買ったかっていうと、私23日から盛岡に3日間行くので、その間のお泊りの時に洗濯できるかわからないじゃないですか、ホテル泊まるんですけど、なのでパンツ持ってこうかなと思って100均ので、はい、買ってきました。やだ、なんかリアルだね。スポーツブラになります。フィットネスのウェイトの、はい、重りウェイトですよ、ウェイト、ウェイトの調節ベルトがついてるやつになります。500グラムずつなのでこれで1キロですね。両足につけて歩いたりとか、フィットネスですね、バランスボールやってる時とかにいいかなと思って買いました。そしてこれだけでピンクがね残り2個あったんで買ってきました。よかったと思って。これが手につけるやつ、こっちはですね 250g なので、こっち両方で 500g だから全然軽いんですけど、手につけて歩いたりとかやっぱりこうやる分には正直ちょっと負荷がかかってるだけねあってね、ちょっと重いので二の腕とかもシェイプアップに使えそうなので使いたいと思います。これとスポーツブラとか、なんで使うのとかそういうなんか諸々なトークはまた違った100均購入品のなんですか、このダイエットフィットネスバージョンみたいなやつで出そうと思うので、そちらをご覧ください。ということで今回はですねこんな感じでゼロになります。いつもなんか100均購入品見ていただいてありがとうございます。今回はなんか本当に生活品、本当生活に必要なものとか、あとはまあ今回ねフィットネスの大型店舗に行ったことでフィットネスのものが結構手に入ったので、もう一つの動画で多分登場すると思いますので、もう一つねあるんだけどね、結構奥の方に置いてあるんですよ。一個だけねなぜか知らないけどキャリーに詰めて帰ってきちゃったので、またそれは一緒に紹介したいと思います。はい、ということで今回の100均購入品はこんな感じでございます。いつもご視聴ありがとうございます。そしてもう本当に喉の調子とか鼻の調子だったりとか皆さんにご心配かけてしまったと思います。なんですけどちょっと喉の調子はだんだん戻りつつあるので大丈夫です。ということで盛り上がりでございました。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の100均の購入品の動画をここら辺に出しておきます。結構毎回100均行くとねやっぱ大量にわーって購入品って言って紹介するので、私のこういうなんかサムネみたいなサムネを見慣れてる方たくさんいると思うんですけど、皆さん今日もありがとうございました。せーの、おつわり、バイバーイ。